こんなに豊富にお湯が使える国は間違いなく初めてだその水は循環されるから明日のお昼に飲むかもしれないよ全然気にならない川の泥水を布でろ過して飲むよりはマシそりゃそうかところでそのパジャマはお客様用だってうーんうん岩でも乗り越えているのかな うん、あ収まった砕いたのかなこれ全部が動いているんだからねすごいよ、うん、はあうまくいくかなさあねそれも四五日でわかるさて寝るああ昨日話はまた明日おやすみえっと電気全部消す 綺麗なベッド…白いシーツ…おはよう、キノ珍しいね、エルメスおはよう昨夜言えなかったことなんだけどね 髪が完全に乾かないまま寝ると翌朝すごいよ。